こんにちは、カサライフのカサジマです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。以前なんですけど、ここはこのゴミ箱が下にこういう風に並べてあったんですよ。それでアルミ、スチール、それから燃えないゴミというのがここに並べてあって、台所で、料理をする時でも、ちょっと缶を使ったりするとここへポンポンとかって捨てていたんですね。でここにいろいろ物があったんですけど、それを片付けたら結構こうスペースが空いたので、あ、よかったなとか思ってたら、この高さがちょうどこのゴミ箱とぴったり で、私こう蓋付きのゴミ箱っていうのも苦手で、で上からこうポンポンって何も考えずに入れられる方がいいなと思ってこうやって置いといたんですけど、ここの高さがちょうど合うってことが分かったので、最近ここにこう入れるようにしたんです。そしたら、思いがけずちゃんと入ったんで、思いがけずここがすごい広々して、それで、この下には花瓶が入ってて、お盆の時とかにちょっと大きなお花とかを生けるための花瓶が入ってるんですけど、そこも前はめったに使わないので、ゴミ箱をどけて花瓶を取ってたんですけど、そういう必要がなくなったのでとても良かったです。ここがすごいすっきりしたので、ここのものを捨てて良かったなっていうふうに思っています。料理動画を撮っていて、やっぱり動線が短いって本当にいいなと思うようになりました。自分で客観的に料理を作っている時の自分の動きを見ていて、あ、こんなところにわざわざ動いて撮ってるんだなとか、そういうのが客観的に見えるようになりました。今日はそんなことを見直しながら、また少し捨てられるものを探したいとも思っています。今蓋が入っていたので全部蓋を出して、このとりあえずうさまろ洗剤できれいに拭いていくことにしました。ここはちょっと一回きれいに拭いて、で下に引いてあった紙がもう汚くなっていたので、それを取って、あんまりきれいにならない、こういうとこがね、メラミンスポンジとかでやるといい。この何回も洗って使える巾洗剤で、ペーパーで拭いても違う。なんか日頃時間ができた時にこういうことやってると、もう実際の大掃除の日には掃除しなくてもいい。料理のものが跳ねたり飛んだりするのがなんか綺麗じゃないです。引き出しごと洗って外して洗っちゃおうか。外したらはめるの大変そう。2月のカレンダーをここに引くっていう。はい、とにかく今度入れるところはだいたい綺麗になったので、今から戻していきます。これはもういらない、汚いので捨てます。捨てますね。この蓋、鍋自体がないのにまだ置いてありました。何かに使おうと思ったのかな。これ何の蓋だったんだろう、記憶にない。この鍋自体がなかった、鍋がないのにね。
鍋がないのに蓋が出てきましたね。結構見直してたつもりなのに、これ燃えないゴミのとこに入れます。あとこれは使っています。方がいいとは思うんだけどね。これ落とし蓋でめったに使わない、もう捨てよ、汚い、燃えないゴミの袋がいっぱいになっちゃう。これはまあ使っていますね。これもハンバーグの蓋にしている、あ、フライパンの蓋にしているのと、これは何のサイズでも合う蓋を割と、これは使って、はい、こんな感じで OK ですね。蓋ちょっとすっきりしました。よかった、2ついらない蓋を捨てましたと。日々見直しが本当に大事だなと思って、私もうね、そんなに料理道具は捨てるものはなくなったと思うぐらい、こう2巡ぐらい片付けたのに全然使ってなかった蓋が出てきました。この蓋をあんまり見なかったのかな、なんか今思うと笑っちゃうんですけど、使わない蓋を2つ捨てられました。見直していって、使っているものだけにしていくっていうね、やっぱりそれが大事だなと思ってちょっと反省しています。あ、まだこんなものが置いてあったのかと思いました。というわけで今日は、ミニマリストを目指して少しずつ物を捨てている中の鍋の蓋を見直す動画でした。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ではまた。